ことで企業に入って今度はクラブとの間もやってほしいですね。そういう選手営業っていうところで、そうですね。今 YouTube を始めて、なんか企画ものも結構やったんですか？まだこれから企画ものは、俺基本的にあんまりやらないから基本トーク、まあ、フットゴルフ、はい、あ、今度、うん、あと、まあ、サッカー教室を、うん、はい、まあ、スポンサーシップまでやったりとか、うん、企画ものっていうのはほとんどやってないんだけど、でも俺はちょっと、まあ、たまたま大友聡に出てもらった時に、ちょっとこうサッカー選手セカンドキャリアっていうのも、はい、あいつ何してんの？まあ、そこに取材行くのもいいんだけど、はい、まあ呼んでね、はい、そうっていうのはなんか、そう、俺的にはこの俺の YouTube はもともとこういうお酒飲みながらやってもいいみたいなのが始まって、で、ね、まあ、ゲストブッキングで全部俺がやったけど、でもなんかこう紹介してもらったりして、うん、サッカー選手ない人も出てもらったりしたけど、はい、数字は伸びないよ、うん、まあ、難しいですよね。でも僕なんか結構選手、引退する選手たちにすごい相談されるんですよ、うん、セカンドキャリア何やればいいって。あ、だからまあ僕なりの、まあ、アドバイスはいろいろ言うんで。じゃあ今そうそう、代理人をやってるね、はい、今代理人と、まあ、サッカースクール、まあ、幼稚園の課外授業なんですけど、放課後っていうところをちょっとやらせてもらってたりとかして、まあ、基本的には代理人メインで、やってます。FC 東京からヴィッセル行こう、まあ、海外もちょっとヴィッセル行こう、神戸、フランス、フランス、大宮、大宮、ベガルタ、はい、で最後フィリピン、で大友さんと同じです、そこが。どっちかって仙台フィリピンね。そうです、仙台フィリピン系ね。え、仙台は何年？仙台1年です。監督誰？アーノルドってオーストラリア人になってすぐクビになって渡辺監督になりました。そこから渡辺がずっとやったね、はい、で、フィリピンです。はい、引退、引退、で引退か、まあ、正確に言えば2016年の時にでクラブがなかったんで、ね、まあ、要は所属先、うん、最後トライアウト出たんですけど、うん、オファーもらえなかったので、まあ、地域リーグとか、まあ、そういうところはちょっと感じていただいたんですけど、うん、まあ、ちょっと J リーグにこだわりたいと言いますか、うん、と思って、でそれで2016でやりました。え、その時いくつ？6年前、32。早いね。早いですよね。それで引退して、はい、すぐ別に代理になるわけじゃないし。そうですね、1年間は、本当に何もしないで沖縄に家借りて。結婚してたの？してないです。うちの家借りて、もう何しよう、まあ、とりあえず何か毎日しなきゃってことで、トレーニングは自分でしてたんだけど、空いた時間何やろうかなっていうところで、大型自動二輪のバイクの免許取らないなかトライアウト受けた時点で、貯金いくらあったの？なかったよ、そんななかったです。僕あんまりお金、でもさ、独身だとたまんねえ。たまんねえです。あの、移籍してきたサッカー人生の中でお金あげてくれとかあんまり言わなかったですね、まあまあ、自分がやりたいかやりたくないかとあんまり。フランスとかどうなの？日本に比べて給料とかいいですよ、やっぱいいんだ。はい、その代わりにクラブハウスとか、うん、ハード面のところはやっぱまだまだかなと思いました。日本が最高でした。例えば移動、遠征先のホテルは一人部屋とか、うん、まあ、J1 のチームだと当たり前ですけど、今だとあフランスのチームだと二人部屋とか、うん、9時キックオフで夜9時キックオフ、11時試合終了、うん、でバス乗って朝方5時6時着とか、うん、フランスって結構バス移動でしょ？バス移動です。で、帰りあるのはこんぐらい長いフランスパンの、うん、セカンドキャリアの話なんですけど、うん、俺は辞めて、まあ、ホリプロに所属しながらだったんだけど、うん、はい、自分で法人にして、まあ、ホリプロと契約してて、まあ、自分が社長で自分だけの会社だから、はい、まあ、自分さえ良ければいいっていう話じゃん、今あんまり考えないけど、選手が例えば、いや、テレビ仕事したいんですよ、はい、じゃあ、俺、マネージメントしてやろうかって思うことたくさんあるんだけど、うん、でも、お前のことマネージメントしてあげられるけど、うん、俺はこれをどこに売り込んでいって、どうしたらいいかって、そうですよね、それもでも分かるんだよ、うんうん、分かるよ、分かるんだけど、でもそこまでまだできないなっていう、自分が出ない、うんうん、自分で精一杯だよ。
チームもやっぱ代理人の力結構必要としてうまくしてるところはやっぱ上手なので、変な話、出るものをガッと下げられる可能性もあるわけですよ。その交渉したりするので、だから全部が全部選手利益イコール代理人利益っていうよりかは、チームもやっぱそれで来てもらえるっていうところにすごいやっぱありますし、で J3 の選手も確かに最近こう代理人が多くなってきてるので、まだ J3 の選手がいらねえだろうっていうふうに思う人ももちろんいるけれども、でも逆に言ったら代理人立場ですよ、全部が全部がそうじゃないと思うけど、いや他のチーム行くよりここのチーム行った方がいいよって、っていうふうに僕もちゃんと言いますから、そういう意味ではどっちがいいんだろうって思ってしまうこともあるかなと思うので、それこそ今下で目指してるチームと入れ替えた方が、その成績云々じゃなくて、あの予算規模とか、あまあそうですね、私自身もちょっと経営下がっていいですかっていう権利があれば下がると思うよ多分。なるほど、じゃあそこで一回関東リーグ戻っていいですか。いやでも今結構それこそこう勢い出していくぞっていう。本当、別にそこに利益を求めてないからね、そこでチームで育てて当然移籍してて海外行けば、チームにも金が落ちてくるわけだし、当然代理人の久保さん、何がいなければ海外なんか行けないしさ、そのシステムっていうのはもう海外では当たり前のようにある中で、日本のクラブもそれも分からずにながら、僕本当はクラブに入りたかったのもあったんですよ最初。おお、でもどこからも声かかったんだから FC 東京とかになるのですよね、ですよね、もあれ何にもなかったです。まあ、もちろん教科部長が変わったりとか、僕がいた時の人じゃないかったりっていうのもあるので、そういうのもあるんですけど、え、でも社員の中では変わらないと思う。あ、もちろん、なので今なんかこう携わらせてもらったりすることもあるので、はい、そんなに全くってわけじゃないですけど、代理人やるとクラブに所属できないんだもんね。そうです、そうです、ね、あとは指導者のライセンスも取れないです。どっちか、どっちかなんです。はい、でももうやるのは代理人だがいいと思います。選手たちのセカンドキャリアの中でやれるものって、結構多いですよ。あの引退して何やっていいか分かんないっていう形が、まあ、今ちょっと前までは引退したらそのクラブの、まあ、クラブの例えば育成とかスクールでまずは勉強してとかで指導者になるっていう、そろそろオーバーになるダメじゃん。そうですね、なんですけど最近はみんなまあ引退しました、出したから何しようか何も決まってないですってもう結構多いので、J2、J3 くらい関係なく J1 のコンボで、鈴木の寮の中の事務所の人間とかね、あ、僕の会社まで今のところあれですけど、あの現役で一緒にやってたような後輩たちが何すればいいですかっていう、そういう子たちのアドバイザーなのかな。あ、でもいいと思います。でもね、一番いいのはそのクラブのスポンサーさんとのつながりが一番いいと思う。うん、そういう場にクラブを出せばいいな。あ、なるほど、でも出さないじゃん。まあ、当然難しい部分はあるんだけど、どのチームで辞めるにしても応援したいっていう会社、この選手を応援したいっていう会社があれば、引退した時にじゃあうちに入らないかって言われた時に、企業とつながりがないから分かんないんだよ。そうですね、だから現役の時にその企業のパートナーさんたちとイベントでもそうだけど、試合出てるメンバーは、出てないメンバーなんか特にそういう人たちとつながっておく、この会社ってどういうことをしてるんだろう、すごい会社がいっぱいある、でもまあ大中小関係なく、でそれがどういう会社なんだよ、選手の給料は FC 東京から払われてますって言っても、FC 東京のお金はどこからもらってるのかっていうことをちゃんと理解させて、でそこに対して、ああじゃあ FC 東京、いや僕は辞めたし移籍してきたり、まあ、いろいろやめたけど、最終的には FC 東京のパートナーさんが拾ってくれるかもしれないっていうのを作ってあげられるっていうのは、まあ、クラブなんだけど、でクラブってそこまでしないから、それが代理人の仕事はあるし、OB の仕事はある、はい、OB がそこつながっておけば、辞めました、どうしよう、で、OB がその他の企業とつながっておけば、なるほど、で僕、サラリーマンに仕事欲しいです、なるほど、じゃあちょっと聞いてあげるよっていう口利きができるし、列に対して、いやこういうのなんとかって選手がやってるんだけど、まだ25だ
うん、でもサッカーもきっぱりやめると、うんうん、サラリーマンで働きたいっていうふうに、こいつの人間性含めてどうですかっていうことで面接してるのかとかさ、うん、企業はいっぱいあるから、うん、大中小そうですね、俺らは試合出てきた人間だからまださ、うん、自分たちで何とかできるけど、うん、そうじゃない人間の方がもう何百もいるし、うん、でもいや僕ら J リーガーでした、うん、はってやつがもう今いっぱいいるわけじゃん、うん、でそいつらを J リーグとかそこまで行くのもいいんだけど、でもやめていけば、うん、いろんなことを感じるからさ、そうですよね、そこで企業に入って今度はクラブとの間もやってほしいですね、そういう選手だ、営業っていうところで、うん、それはね、多分一番いい、うん、セカンドキャラだよね、引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、どうしようだろう。